皆さんこんばんは、 MK です。ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドパート79やっていきましょう。前回でホコラ全120個中の119個をクリアしたということで、今回はいよいよラスト120個目のホコラに向かっていければと思います。で、場所はもう分かってるんですよね。この忘れられた神殿の真下にあるんですよ。で、確かここ120個クリアした後にミニチャレンジも達成判定になったと思います。で、あのアイテムが手に入るんですよね。どんなアイテムがゲットできるのか楽しみだという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。まあ、ホコラ120個達成してからのアイテムですから、さぞかしいいものが手に入るんでしょうって皆さん思ってると思います。まあ、結構いいものが手に入るはするんですけども、 MK さんは使わないかもしんないなまあまあまあ、とりあえずね、クリアはしとかないといけないので向かっていきましょうか。ちょっと前回変なとこに着地しちゃってですね、この建物の入り口がその一番奥なんですよ。なんで端っこに着地しちゃったんでしょうね。まあ、コログがいたからいいんですけど、またコログいるよ。おい、どこだ？下か？今反応し始めたってことは、もうちょい下かな？コログ、どこですか？それじゃないのか。忘れ去られた神殿、とりあえず到着しました。忘れ去られたですね。忘れられただと思ってました。はい、これでコログじゃない、違う、オッケー、コログ。この岩壊した後、岩持ち上げる系のコログって、なんでこの岩までまとめて壊れてないのって、MK さんいつも疑問に思っちゃうんですけど、まあまあまあ、その話はいいとして、もういないな。コログ大丈夫だな。じゃあ中入るぞ。そう、忘れ去られた神殿はね、薬剤の目視録にも出たりしてましたよね、ガーディアンで。落ち着け。待て、そう。あのガーディアンが、プレイアブルというかダウンロードコンテンツのキャラクターで薬剤の目視録にいたと思うんですけど、それから察してください。そう、ガーディアンがめっちゃいるんですよあんまり近寄りたくないんですよね、ここで。もまあ120個目の祠がほらもう見えてる、あそこだ。ちょ、これ大丈夫、これ大丈夫、ちょっと微妙じゃね、ちょっと微妙じゃ。うわー、よく避けれたね今ので。はい、さらにここ、うわ、この真下とかさ、コログいたりすんのかな。いるとしたらやばくないそんなのいちいちやってらんないよって感じなんだけど。ガーディアン全部倒さないとさ、この辺のコログのね、探索とかってできないじゃん。ちょっとコログの目反応したら怒っていい気がする。うわ、ここの木とかめっちゃ怪しいけど、でも反応してないな。ってことはいないのか。そして女神像がありました。そう、これがね、まあ元の女神像だと言われておりますよね。まあ時の神殿にあるやつとどっちがどっちなんだって感じなんですけど、スカイウォードソードの設定的にはこっちの女神像が本物なのかな。いや、でもスカイロフトの位置的に どうなんだろう。ここじゃないよな。ってことはやっぱ時の神殿でもないんだよな。まあ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 、いいとして、とりあえず120個目の祠中に入っていきましょう。ここはさすがに祝福だったはずだけど、どうでしたっけ。祝福だよね。まあ最後祝福で締められてよかった。ロナカータの祠、いやもう終わりだよ本当に。みんな終わったよ祠探索。うわ、最後火炎の体験なんだ。なんでもうなんか王家のね、両手剣とかもうちょっとこういいやつにしてほしいな最後。あと古代のね、巨大な古代のコア、あれどっちだ、古代の巨大なコアだよね。いいんだよそんな話は。これで全部なんだろ。ほら来た、とうとう全ての試練を克服されましたな。我々同士の役割もこれで全て終わり、真の勇者の証を授けましょう。忘れ去られた神殿に向かうのです。あ、ここですここが忘れ去られた神殿です。はい、同士からの褒美ミニチャレンジが発生しまして、同時に達成でしょう。これで我が役目は終わる。女神ハイリアの加護があらんこと。え、消えちゃう、あれあれあれ、ちょ、あれ、ミニチャレンジ達成したんですけども、あ、もう一回中に入んないといけないパターンか、それとも後ろの女神像に話しかければいいのか、あれ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 、120個終わったんだけど、もう一回入るんだっけ。ちょっと待って、同志からの褒美、あ、最古の女神像の元へ。わかりました、この後ろですね。やっぱこれが最古の女神像なんだ。じゃあスカイロフトにあったやつはここに来たんでしょうね。で、行くよ。あ、コログ反応してる。ちょっと待って、
先コログじゃね先コログじゃね、女神像の上かだとしたらバチ当たりなコログがいたもんだな。はい、こう来て、ちょっと MK さんも今バチ当たりな行動をしておりますが、あれ違う、バチ当たりなコログなんじゃないのこれ。上に上がって、え違うのあ、ほら、ちょん、微妙にバチ当たりではないな、後ろかMK さんの方がちょっとバチ当たりだったような気がしますが、はい、162個目、そして女神像褒美をください。 MK さん、スカイウォードソードもね、完全クリアまで実況でやりましたから、こんにちは。うわー、ちょっとなんかやっぱりでかいね。試練を乗り越え、克服の証を授かりし者よ。その克服の証4つと引き換えに、望みの力を与えましょう。あ、まずはそこか。はい、じゃあ、ハートの器を、3つ増やしちゃってください。そう、これでもね、ハートマックスまではいかないんですよ。頑張りの器と、バランスになってて、どっちかをマックスにしたらどっちかはマックスにできないんですよね。でもさすがに頑張りマックスの方がいいと思うので、頑張りマックスにしてハートはね、中途半端にしておきたいと思います。ということで、ハートの器2個目、いや終わるぞ、終わるぞっていうか、もう終わったんだけど、ホコラはもらうものも終わっちゃうよこれで。はい、最後のハートの器をくださいな。これで終わりだ。ハートの器を増やすのですね。はい、増やします。ふわー、もうなんか感慨深いな。パート79、頑張ったねここまで。そして女神像、お行きなさい。このハイラルに、あね、あれ、あ、終わったんですけど、全部試練を乗り越え、克服の証を授かりしも、あ、え、あ、はい、あ、終わったんです、終わったんです。あ、もうこの宝箱ってことですかもうこの宝箱なんですね。じゃ あ開けちゃいますよ。はい、この中からは出ました、いぶきの勇者帽子荒野を旅する勇者のためにあつらえられたと言われている帽子。なぜだかとてもしっくりくるかぶり心地がするということで、そう、緑のね、服が手に入るんですよ。ここで、いぶきの勇者ズボン。荒野を旅する勇者のためにあつらえられたと言われているズボン。サイズもちょうどよく、履き心地が抜群。まあ、そりゃそうだよ。リンクのやつなんだもん。そして、はい、最後ももちろん、いぶきの勇者服。荒野を旅する勇者のためにあつらえられたと言われている緑の服。着てみると、とてもぴったりなサイズ。ちょっと一回着てみようか。お!同志からの褒美。これでミニチャレンジ達成でございます。せっかくだからね。ほい、ほい、ほい。ほら、しっくりくる。で、さらにこれに、こうして、こうすれば、もう完璧よ。で、弓矢を一回外して、はい。皆さんが見慣れているリンクです。どうも。はい。いやー、すごいよね。これ最後に手に入んの。いやー、もう今の子はリンクといえばやっぱり英傑の服って感じなんだろうけど、うん、MK さん世代からするとやっぱリンクっていうとこのね、緑の服なんですよ。ちょっと、カミカミだったけど、とりあえずこれで、まあ、ミニチャレンジじゃねえや。ホコラチャレンジ全部達成ではないのか。そっか。ホコラは120個。集めることができましたが、ホコラチャレンジがオール達成されてるかと言われるとまた別の話なんだよね。もしかしたらどっかに受けてないだけのやつがあるかもしんないので、まあそれはそれでまた後で、はい、コンプリートしてるかはクリア後に確認したいと思います。よし、じゃあとりあえず、ミニチャレンジ、今度は達成していきましょうか。冒険手帳でミニチャレンジ。ほい、クリアしてないのが何でしょうか。EX 剣の試練。これはちょっと一旦待って。まずこの辺やろう。大盗賊ラムダの財宝。トロジャーハンターのドミダクとブリセン兄弟から大盗賊ラムダの財宝のありかを示す暗号を手に入れた。若き橋かかる川物源流の闇夜に浮かぶ天の白滝。これさ、双子馬宿の近くでしょ?若き橋のかかる川物源流、闇夜に浮かぶ滝。だから、まあ、双子馬宿の近くの滝を調べりゃいいんだよな。とりあえず、双子馬宿まで飛びたいと思いますが、どこだったっけ?ここだ。大盗賊ラムダの財宝やっていきましょう。そう、ラムダの財宝 EX 版はね、全部クリアしたんですけど、通常の方をね、クリアしてなかったということで。なんでこんなにほっといた?めちゃくちゃ序盤に受けたミニチャレンジだったと思うんですが、うわ、そして、右上見て、120になったよ、そこの数字。すごくない?120 だよ。
よう頑張った。いや、一応まだね、あのダウンロードコンテンツ分の祠があるんですけど、まあそれはそれで後でやるとして、まずは双子馬宿、ちょっともう一回兄弟に話しかけてみようか。もうちょっとヒントとかあるんだったら嬉しいっちゃ嬉しいよね。そしてあなた、あの弓矢をください。うわ、また頑張りカブトの話する？いいって頑張りカブトあげる。これ一生言われんな。いやでもいいよ、あげないよ。これは私が使うから後で。はい、そしたら買わせてください。きっとお役に立つものあります。木の矢だけでもいいですよ。はい、これを全部買いまして、待って、今何時？まだ昼だよね。兄弟いると思うけど。はい、毎度ありがとうございます。他にご用はありません。で、落ち着くわ、あなた関係ない。ちょっと待って、ほこら、あ、そのリンゴ私も狙ってたのに。その辺にあるものはお持ち帰り自由らしいわよ。あ、じゃあもう MK さん、そういうあの優しさとかないんで全部もらうね。で、待って、コログ反応してんな。上か、ほい、結構馬宿のこういう上のパターンもありえるからな。ほら反応してるよ、上じゃない、ほいほい、あ、あったー。そして、え、待って、2つ風車なのにキラキラだけど、え、どういうこと、関係ない、風車ん、あー消えた、関係ないのか。いつも風車ってあの的が出たりするからさ、それだと思ったんだけど違ったねということで、待て、兄弟、あ、いた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 、あなたたちですよ、きっとあそこだよ。若き橋かかる川物源流の闇夜に浮かぶ天の白滝、もうちょっと、もうちょっとで完璧に解明できるんだがな。すごいじゃないか兄さん、もうちょっとでわかるなんて。あ、まだ分かってないんですよ。お前なんかに応援されなくても兄さんはあとちょっとなんだ。はい、なあ兄さん、まあな。え、待って、これさ、分かっちゃったってあるんだけど、これ何、え、もう実はクリアしてる。はい、分かっちゃった。あ、嘘、え、本当か、どうだろう。おい、お前出任せ言ってんじゃねえよ。お前みたいな素人が兄さんより先に謎が解けるなんてことありえるわけないじゃないか。なあ兄さん、まあな。あ、やっぱダメなんだ、ちゃんとクリアしないとダメだ。そしてさ、馬宿来たからさ、あの、ちょ待って、あなたか、あの蔵とかやってくれる人、双子馬宿へようこそ。どうです、ここはいい場所でしょ。こう見えてもこの辺りの、あ、この辺りも大厄災、あ、関係ないな。ちょっとあの、あれ、どうやれば蔵とかつけれるか教えてほしいんですけど。野生の馬も戻ってきましたしね、おかげでやっと活気が戻ってきましたよ。別にもういいんだけどな。あれ、お客さん、ここに来る途中で馬に出会いませんでしたか。昔ほどではないにしろそこら中にいるんですけどね。いや、分かってますよ、野生の馬を捕まえたら兄さんの、あ、兄のタッサレンに言えばお客さんの馬として登録してもらえる。はい、あの付け方を教えてほしいんだけども。関係ないな、見た目は元通りといえども大厄災の影響は色濃く残っています。特に夜は魔物が多いですのでお気をつけください。関係ないじゃんなんだよ、あの付け方を教えてほしいんだよな。ダメだ。そしたら、あなたはミニチャレンジじゃないな、ちょっと待てよ。源流、川の源流を探しましょう。え、ここじゃない、違うかな、これ滝か。いや、怪しいないやでもここぐらいしか源流なくね、近くに。あ、ここの可能性もあるな。ちょっと待てよ、どっちかだわ。とりあえず近い方行くか。待て、若き橋ってのが気になるんだけど、ここ近くに橋は、かかりこ橋。あ、ここ名前登録してないな。とりあえずここの橋行ってみよっか。ほい、あ、待て、それじゃダメじゃんこれじゃダメよ。こうしてこう、待って、青のピンどこに売ってる？ MK さん、あー、ここか、前回のアラブ部屋ですね。もうそれはいらないのでなくして、若き橋っていうのがヒントになってるとしたら、そこの橋の名前が若そうな名前になってると思う。どうだろう、そうじゃなかったらもうこっちじゃない説。あなたは関係ないねここの橋の名前、はい、登録してないんですけど、双子兄橋。あ、でも兄弟ってことじゃない？待てよ、ってことはここが弟橋なんだろ。だとしたらやっぱ源流はこっちだと思うんだけど。はい、青の方に向かいましょう。それが弟橋なら、わが、もういいって、いいがだんは、そこが若い方の橋ってことになるよね。こう来て、待って、いいって、いいがだんは何回やるのよ。はい、ここで橋の名前は双子弟橋。ってことは
若き橋の源流、やっぱここだじゃあそこ青をつけて向かっていきましょう。うわちょっと、うわなんで強い方いるんだよいいよ、なんで強い方いるの、なんか呪文唱えてるし、いい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 、ムシ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 、うわオクタロックもしかも雨も降ってきて最悪。 MK さんはラムダの秘宝の謎を解き明かしたいだけなのに。そしてさ、そこ怪しいな、そういう山の上はねコログがいるってね相場が決まってんのよ。違うか、違うなせっかく来たけど風車が反応してないってことは違うな。だいたいこういうとこコログがいるんだけどね。そしたら源流はそっち、なんか門みたいになってるけど、そして夜に来ないといけないんでしょ。まだギリ夜じゃないぞ。うわーちょっと来るタイミング間違えたかも。一旦この辺でさちょっと夜にする。あコログ、コログ反応した。この森の中だろ、ここか、ほい、違う、コログ反応してるよ。うっスタルヒノックスだ、なんでいるのこんな序盤にいるんだスタルヒノックスって。へえ、そしてここかな、ほいコログ、違うね、あれコログのお面自体は反応してるけどこっちか、違うな、待って、スタルヒノックスがマジで怖い。あいつ、出そうじゃない？あ、これだ、コログ。あいつ、夜になったらさ、うわー、クマ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 、ちょ、クマ、クマ気ぃつけよ、クマ気ぃつけよ。はい、うわ、見つかったね。クマ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 、クマ襲ってくるよね。怖い。ちょ、クマ来てる、クマ来てる、クマ、あ、ルミ、いや、クマでそれどこ、お、やるか、クマ。うるわ。やるかクマ、逃げてんのか向かってくのかどっちなんだ、はっきりせい、どっちなんだ、やんのかやらねえのか、おら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 、オッケー、倒したか、ほらほらほら、うわダルケルの守り、いって、倒したクマ、倒した、これで極上獣肉が、あ落ちてく、落ち、ちょ、オッケー、ちょっと水ピチャ獣肉になってしまいましたが、待ってそこなんかあったな、あほこらだもう行ってるんだ。そしてそんなことしてる間にもう夜っちゃ夜だぞ。源流、あ宝箱あった、宝箱っていうかあの壊す言わんとこあった。ちょっと待てよ、一旦おさらいしよう。闇夜に浮かぶ天の白滝、闇夜に浮かぶ、闇夜に浮かんでるかは怪しいぞとりあえず滝は見つけたんだけど、闇夜に浮かんでるのかこれは果たして。そしてコログはあったよ、はい、とりあえず上のあの壊せる岩のところ壊してみましょうか。はい、うわ見つかった、ということでコログ終わり。そこ行ってみるよ、リーバルトルネードします。ここでフューン、上のさそこ壊せるんだよ、ほら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 、そこ関係てか忍びだけありすぎて若干気持ち悪いんだけどなんでこんなあるので、これじゃないのかな、ちょ待って、ほい行くよ、大爆破、どう、あほらほらほら宝箱いっぱいあるよ、しかもマックストリュフ、あ焼いてんのか、焼いてないやつが良かったななんで焼けてんの、ちょっと待ってめっちゃいっぱいあるじゃん。はい、大盗賊ラムダの財宝なんとか発見はしましたけど、天あの闇夜に浮かぶって部分が全くわからんかったとりあえず弟と兄のね橋があって、若い方の源流をたどってきたらあったってだけだけど、まあいいや。でここまだなんかあるな、ここが最後のお宝か、ダイヤモンドでもあるんじゃないの、ほら最後の宝箱、中からは火炎の剣、なんか好きだね火炎系を最後にするの、もうないな、よしじゃあ双子馬宿に戻りましょうかなんかあれだな、さらっとしてんな、もうちょっともうちょっと謎解き時間かかるかと思ったら、まあ結構序盤のミニチャレンジだしね、やってなかっただけですから、ということで、はい、まあここミニチャレンジは表示されないのか、いやコログも263、なかなか集まってきたぞ、300ぐらいまではガノン前に行きたいね、あと37いけるだろ。そして待って、今回こそさあれ行こう、ポーチ拡張行こう、マジでポーチ拡張してなさすぎて、ちょっと MK さん毎回もったいないんだわ、
ポーチにあの預けるのが、違う、ポーチに拾えなくて毎回もったいないから。そしておいおい、ま、ちょっ、いや先行くか。なんだよお前、さっきも話しかけたじゃん。野生ですので手なずけるまでは大変ですが、自分の馬を持つときっと世界が変わりますよ。なんたって野生馬手なずけ選手権2位のこの私が言うんですから間違いなしです。あ、1位はその横にいる人2位なんだ。あ、おや、何ですかその引いた感じは、てんてんてん、うん、いいでしょう。疑うのであればこの野生馬手なずけ選手権2位のフレスフッサレンの記録に挑戦してみますか。あ、今雨降ってっけどな。まあでも逆にいいかバレにくいか。そう来なくては、ルールは時間内にここに野生馬を連れてくるだけです。ちょっと MK さんさ、蔵のやり方考え、あの、欲しか、教えて欲しかったんだけどな。この辺りは野生馬の方向、どんな馬でも構いません。私の記録は2分、はいや、2分以内にここに野生馬を連れてきてください。それでは行きますよ。マジ？いいよいいよ、やろうじゃん、じゃあ。てかミニチャレンジ案外まだまだあるもんだね。もう MK さん、この束とか拾っちゃう余裕あるから。そして、雨だから多分ね、気づかれにくいんですよ、普段よりも。で、ブチ模様のやつが確か一番弱いはず。だから、ブチ模様狙います。そして、晴れるんかーい。このタイミングで晴れるんかいで、落ち着け。これ、リーバルトルネードで攻めます。ほい。上から降りた方が早い。あの、これ確実なんですよ。待てよ。うわ、あんま移動しないで。なんで、その、青のやつ狙ってます。青の君狙ってます。青の君を狙ってますよ、MK さんは。はい、ここで、おい、オッケーナイス。もう、いいっしょ、いけるっしょ。オッケーオッケーナイス。走れーなんだ、余裕じゃん、2分は。ほら、ごめんね、ごめん。もうないね。はい、なだめて、ゴー、行くぞ。うわ、そこ絶対コログ、後で来るね。先に今、ちょっと急いでっからさ。いや、コログやっても間に合いそうな時間ではあるけどな。はい、なだめて。いいよ。MK さん、普通に馬捕まえんの、馬。おっと、馬捕まえんの馬、そんなことはいいんだよ。早く、違う、この微調整のところで時間を食っている。ここ通れますか。オッケー、そこ通れますか。ここ、オッケー、通れた。ナイス。はい、で、ゴーして、これで、ZL 注目、OK! お見事。しかし、まさか、こんなにも簡単に2分の壁が破られてしまうとは。まあ、野生馬手なずけ選手権2位といっても、参加選手は兄と私の2人で、そんなことある？これは第2回野生馬手なずけ選手権の優勝賞金、どうぞ受け取りを。おー、50ルピー。ありがとう。やはり世界は広いですな。はい。じゃあもういいや、これ。バイバイ。そして、おい、終わったぞ。君たち、兄弟のミニチャレンジからまた兄弟のミニチャレンジだ。はい、もうちょっとで完璧に解明できるんだがな。君たち、橋の名前確認してないでしょ。わかっちゃったよ。もう今度こそやったよ。え、ほんとか？そう。あの、おいお前、手任せ言ってんじゃねえよ。お前みたいな素人が兄さんより先に謎が解けるなんてこと、あり得るわけないじゃないか。いや、さっきクリアしたよ。なあ、兄さん。まあな。いやいや、クリアしたんだが。ちょ。え、クリアしたって。え、はい。本当なんだけど。ええ、ちょっと待って、クリアしたじゃん。なんで、あ、もういいのか、これ。クリア判定なのか。そういうことね。なんだよ。先に取っちゃったっていうことか。教えに来ないといけないのかと思った。あ、そんなことないって。はい、じゃあ、ちょっとそこにコログいたから、そいつだけ回収してから、もう一個馬のやつあるから、それやりましょうか。そのでっかい木だな。ほら、行くぞ。いや、やっぱ馬いるといいね。そして、あの、蔵とかの付け方を教えてほしかったんだけどな、さっき。あの人には。あの人に話しかければ蔵とかいけるかなと思ったらミニチャレンジだったっていう。まあ、逆にありがたいんだけどね、ミニチャレンジも。ちょっとさ、蔵とさ、手綱の付け方が分かってないんですよ。はい、ここでコログと。オッケー。待て。あの、王家の馬を捕まえに行きたいんだけど、ミニチャレンジのね、やってないやつね。その前に、あれ行くか。そろそろさすがに行こうか。ハイラル大森林の、こちら、キヨウーの祠に飛びまして、ボックリンのところに向かいたいと思います。もうマジで損してるから。いっつも持ち運べないんだから。
剣とか。ね、毎回毎回捨ててさ、もうちょっといっぱい持ち運べばいいんだから、いつも。盾とかも結構捨ててるじゃん。弓矢とかも。で、弓矢とか盾もさ、鉄じゃないやつってあんまないからさ、雷の時用に、ちゃんとそういうのも取っておきたいから、ポーチ拡張ちゃんとやんなきゃ。MK さん、ちゃんとしてね。そして、ポックリン。どこだ？いた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 。結構大量に持ってきたよ。はい。踊りたい。キュンキュン。そのコログの実くれたらお礼にポーチ大きくしてあげるけどどう？まず武器ポーチお願い。うわ、高いけどでも武器は大事なんだ。一番ここが圧迫してんだ。はい。じゃあ大きくしちゃうよ。これ次。いくつだろう？ちょっと最初だから見てあげよう。はい。パーン。ということで、武器ポーチが一つ拡張。あと2回拡張できるな。いくつ？いくつってか何必要？コログの実。はい。次は？いくら？はい。45個。ちょっと待って。先に盾いこうか。他のポーチで、盾は？はい。4個。オッケーオッケー。ちょっとこの辺先行くわ。うわ、45個か、次。まあでもやってもいい気もするけどな、ポーチ拡張。大事だよな。武器ってか、ね、剣ってか、まあ武器か。武器が一番大事だよな。まあとりあえず、その4とか5でいけるんだったら先こっちにするけど、20ぐらいになってきたらもう変わらんぞ。はい、これでまた盾ポーチ拡張。よし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 。まあ盾ってあんま壊れないんだけどね。はい、そしたら次まで盾やろう。盾ポーチ10個。ここまでにします。もうこんだけあれば盾は十分でしょ。もうあとはちょっとコログの実大量にかかってもいいから、武器ポーチを拡張した方がいいと思う。やっぱ一番使うの武器だから。で、弓もね、これ以上はもういいかもな。武器だ。はい。もう45だけど、あげちゃいます。結構大変なんだよ、45って。コログ45って。なんかありがたみわかってるかな、ポックリン。よし、これで。待って、ラストだよね、次。これ2段目っていうか、2ページ目って行くんだっけ、武器。行かないよね。はい。武器ポーチちなみに、おい、行きますわ、もうこれ。これマックスじゃない？違う？ 55。はい。どうだろう？ 2 ページ目ってあんのかな？武器ポーチに。はい。これで1ページ埋まったんだけど。どうですかね？タンタララーン。もうこれ以上大きくなんない？はい。あ、キューン、これ以上武器ポーチは増やせないからね。来たー、メンゴメンゴね。はてさて、まだポーチ大きくしちゃうかな？オッケーオッケーオッケー。そしたらちょっと、あ、弓ポーチでジャストだ。じゃあ、12個あげる。はい。うわー、ゼロになっちゃった。めっちゃあったのに。寂しい。ということで。あ、弓もさ、あと4回分しか大きくならないかもよ。矢が範囲に入ってるから。はい、なった大きくなった弓ポーチということで。うわー、ゼロになっちゃった。所持数。まあ、しょうがないね。そして次が、平原外れの馬宿で、王家の白馬か。これいきますか。サルファの丘だよね。サルファの丘ってどこ？ここ？違うね。サルファの丘。サルファの丘。あれ？サルファの丘。あれ？サルファの丘にいるってさっき書いてなかった？あれ？気のせい？ちょっと一応確認させて。はい。ほら、サルファの丘にいたという白馬は、だよね。で、少し、いつも他の馬の群れとは少し離れたところにいた。それを連れてきてほしいんでしょ？白馬を。OK。待って、サルファの丘ってどこっすか？サルファの丘。サルファの、ワッシュワの丘じゃない。サルファの丘。ローム山。違う、全然違う。サルファの丘。ここなんですよ。サルファの丘。登録してない？もしかして。登録されてない説。いや、でも見たことあるけどな。サルファの丘っていう表示。いや、見たことある。え？もう一段階アップにしないとダメ？王家、ちょっと待って、サルファの丘。あるじゃん。なんでこんな近くのやつを MK さんはいつも見えないんだ。よし、じゃあここ向かいます。一番近いのは、さすがにここか。ルヨタウの祠、こちらから向かっていきましょう。うわ、待って、もうミニチャレンジもさ、受けてる分終わるよ。いや、まあ、受けてないの何個かあると思うんだけど、ちなみになんか、皆さん、MK さんが受けてないやつで覚えてるのあります？ MK さん一個だけ分かってんだよね。メッセージボトルみたいなやつあるよね。ゾーラの。なんか、
皮をさ、ボトルみたいなのをさ、皮でこう渡していくみたいな、それなんとなく記憶あるんだよ。で、あれミニチャレンジだったと思うのね。ホコラチャレンジだな。だ、とりあえず受けてないんだわ、多分。だからそれを、ちょっとどっかでゾーラ川逆走して、場所特定しないといけない。そんなもんだった気するけどな。あとはちょっと、わからない。もう MK さんの中の記憶では、あと、分かっててやってないのはそこぐらい。それぐらい。メッセージボトル。ちょっと今回もし、白馬がちゃちゃっと捕まったら、メッセージボトルもちゃちゃっとやっちゃいましょうか。で、待て、これさ、竜いるよな。大丈夫か?あれ?この辺フロリア湖近いよね。多分遠くにフロドラが見えると思うんですけど、あんま気にせず行こうか。いや、ほんと竜は勘弁してほしい。で、サルファの丘がこの辺か。で、群れとは離れたところにいるって言ってたよね。群れとは離れたところってことは、ピンポイントでポツンといるってことか。え、夜とか関係ないよね。大丈夫だよね。あ、これさ、夜でもいいけど、夜だと、何?依頼した人が寝てるってパターンありえない?それ怖くない?夜だと依頼した人寝てるかもよ。あそことりあえず馬のあれはあったよ。ちょっと待って。馬の、あれはある。これさ、行った?行ってない?あ、サーディン公園跡、行ってるな。一回行ってる。で、白馬がいるんだって。白馬、みんなも見つけて。ちょっと待って。BGM? 違うか。赤き月の夜じゃないよね。なんか今 BGM 赤き月の夜っぽくなかった?違うか。ただの MK さんの自意識過剰でした。そして、この辺、あ、馬はいるよ、ちょこちょこ。ただ白馬がいないな。白馬、王家が乗ってた白馬、いませんかね。この近くなんかな、サーディン公園跡。とりあえず来たは来たけれど、この近くにさ、まだいるのかな。どうですかね。夜だといないってことはないと思うんだけど、馬をシーカーセンサー、っていうかさ、もうシーカーセンサーにさ、祠登録してる意味ねえな。だからといって何を登録する？だからといって別に探すものはない。とりあえずいっか。待てよ。白馬。いや、いないよ。え?白馬。そいつ違うよね。あれ黒いもんね。黒い馬じゃないよ。白馬。え?え?ちょっと待って。チンクルにするか。移動速度上げよう。チンクル。こういう時に使えるからね、一応ね。ほい。これで、移動スピードアップ。これで探そう。はい。白馬。あんまり崖際とかにはいないと思うんだよね。で、サルファの丘って言ってたから、やっぱもうちょい手前か。この公園跡の方まで来ないのかもしんない。で、草原の方を見よう、一応。それ違うもんね。茶色、青。ちょっと離れたところに、白馬いませんか?ちょっと待てよ。サルファの丘、こっちだよな。あ、びっくりした。白馬ちょっともう全然関係ない。ヤギだ。白くもねえし、馬でもねえ。で、この辺じゃないの?サルファの丘ってはこの辺だよ。ほら。サルファの丘自体はこの辺なんだよ。白馬いないね、でもね。白馬。え?その森の中か?それとも崖の上か?いや、でも崖とか、あんま馬好きじゃなさそうだけどね。いや、でもこういうなんか高貴な馬はさ、崖のところにポツンといたりすんのかな?白い馬。シーカーセンサーを馬にするっていうのは?シーカーセンサー馬にする?そうすれば、白馬がいたらすぐに反応するんじゃね?しないかな。いや、でも、全然関係ない馬が反応しちゃってわけわかんなくなっちゃいそうだからやめよ。で、ここだよ、サルファの丘って。ほら、サルファの丘なんだけどな、昼間じゃないといないとかではないよね。ハイラルソー。あ、ここあれか、写し絵だったところか。ちなみにコログはやってぬ、あれ?コログやってなくね?あれ?
もしかして MK さん、写し絵だけやってコログやってないのでは？ほいほいほいと、あ、やってない。コログのお面使わないで久しぶりにコログ見つけた気がする。ということで、はい、1個目、もうだいぶあれになっちゃって、待って、白馬いないって。サルファの丘だよ、ここ。え、天気悪な、あー天気悪い、あー天気悪い、天気悪い。ちょっと待って、一旦戻るか。いねえもんな、白馬。待って、一旦そっち行ってみるか。白馬、いないって。ここサルファの丘だって。ねえ、王家の白馬いないって。この辺歩いてないと出てこないとか、もはや。変なとこ移動してない？ほら、馬はいるんですよ、確かに。馬はいるの、そこに。でも白馬がいないの。ほら、あれ白馬じゃないでしょ、青だから。で、群れとちょっと離れたところにいる。上なのか？群れとちょっと離れたところっていうのが、どこを指してるのか。待て、ちょっとちゃんと読もう。サルファの丘にいたという白馬は、毛並みに群がない美しい真っ白な馬で、いつも他の馬の群れとは少し離れたところにいたらしい。多分ね、その他の馬の群れってのはさっきのそれなんだよ。だから、こいつらと少し離れたところにいる。待って、あいつ、あの黒じゃないよね。いや、違うよな。白馬だもんね。あれは毛並みは白いけど、白馬じゃないもんね。黒馬だもんね、あれじゃ。黒馬じゃないんですよ。白馬なんですよ、欲しいのは。でもその公園がやっぱ怪しいと思うんだけどな。ちょっと離れたとこ、いないよ、白馬。いないいないいない。雨降っちゃったし。ちょっともうちょっと、でも、上か？上登ってみる？でも上からさ、白馬で降りてくる。あ、コログあった。とりあえずコログのとこ行きつつって感じか。ちょっと待てよ。全くもって探ってるところが違うっていう説もあるよね。反対側か、崖の向こう側か。 MK さんが今さ、崖のさ、草原側に来てるじゃん。馬が草原にいると思うっていう、あの勝手な MK さんのあの固定概念が間違ってるって可能性ない？白馬は草原にいるんじゃなくて丘にいるのでは？こっち、白馬はいないよな。コログはいるけど。コログは白馬じゃないもんね。はい、ちゃちゃっとやるよ。ぴょんからの、ぴょん、あからの、ぴょん、ちょ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 、あんまりそういう下手なことしないで。ほい、まあいいよ。ラスト、ラストでもない、ラスト。ほい、ちょ、早いな、ラスト、ラスト早いな。ラスト、オーケー。で、やっぱあのさ、馬の公園だよね、怪しいのは。あの向こう側と見た。よし。ちょっと視界悪すぎるんだけど、行きます。視界悪すぎるけど、行かしてくれ。馬、みんなよく見て。みんな、視界悪いのは分かってるよ。視界悪いけどよく見て。そこいるでしょ？そこ馬いるでしょ？でも白馬はいないんだよ。で、やっぱりその公園だと思う、怪しいのは。その公園だろう、王家ってことは。で、ここね、あれでもあったんだよ。写し絵、あれ？ちょっとずれてる。ちょっと違うか。なんかあのさ、ゼルダが乗ってた白い馬、あんなイメージだと思うのね。ゼルダがあの写し絵の記憶で乗ってた白い馬。多分あのイメージで、もうちょっとで雨止む。こっち、サーディン公園跡。いや、でもこの辺だと思うんだ。だって馬の像まであるんだよ、ここ。この反対側なんだろう。 MK さん、さっきこっちは見てないじゃん、いないと思って。こっちなんだろう。サルファの丘。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。視界が非常に悪い。そっちじゃないのか、その辺の。てかさ、馬宿まで連れて、あ、コログだ。もうコログ探しに来たんじゃないんだ。あ、コログだ、またあった、コログ。ほい、待てよ。他の群れとは違う場所にいたっつってんだよな。群れってあいつらなんだよな、絶対。そいつらからちょっと離れたとこにいるんだろう。
でもここまで来たらもう結構離れてる場所だからね。まずコログやるよ。ちょっと歩いてってみようか、その流れ。ここで、これアイスメーカー使わなくていけるやつ？ほら、あ、アイスメーカーだ。アイスメーカーで、ほい、足場作って、これがあればいけるから。なんとか向こう側、ほら、アイスメーカーの、あ、力を借りて、滑らせたいんだけど、いけてます？ほい、あー、惜しい惜しい。何やってんだ、こんなことをしたいんじゃないんだ。オッケーこれしに来たんじゃないよ、白馬探しに来たの。 MK さんは、ちょ待てよ。はい、また来てね、また来るよ。もう来ないよ、ここには。おいおい、白馬、そこのさ、道順で行ってみよう。あそ、いやでも絶対合ってる、絶対合ってるんだよ。サルファの丘だもん、絶対合ってるんだよ。ってちょっとまあ、やっぱこの辺って可能性あるよな。ちょっと道順の通りに行きます。 MK さん、さっき道順ガン無視したんで、それがよ、もうびっくりさせないで、何ばよそれは。はい、普通の馬でした。どう考えてもさ、あの公園だよね、それ以外ありえなくない？どう思うみんな？さっきも言ったよ、さっき言っていなかったんだけど、どう考えてもあの公園だと思うんだけど。だってさ、写し絵だったよねこの辺ね。あのゼルダが乗ってた白い馬みたいな下りあったよな。違うのかちょっと待って、いや、まあ待って、自分のあれが信じられない。さっき言ったよ、さっき言ったのは分かってる。でも普通に考えて、サルファの丘で探せって言われた時に、あの山登らせなくないか。ってことはこの辺だろ、いるんだろ。MK さんがさっき目悪くて見つけられなかっただけなんじゃないの？ちょっとちゃんと探そうぜ。ちゃんと、いや、ちゃんと探したよ。ちゃんと探したんだけど、もう一回ちゃんと探そう。白い馬。いるか？白い馬。待って、マジでシーカーセンサー使うか、これ。それぐらいやってもいい気がする。シーカーセンサーで、宝箱じゃなくて、馬。意味わかんないかもしれんけど、馬よ。はい。決定。これを探す。これで反応しない？これで馬反応しない？どう？こっち、この辺は来たよ、さっき。いない、いない。これさ、もうシーカーセンサーつけてるから、白馬がいたら反応するはずか。白馬は馬じゃないか。シーカーセンサーの区切り的には、小型ガーディアンに注意極意があるように、白馬が馬じゃないっていう説はあるんだけど、でもそんなこと言ってたら話進まないから、一旦シーカーセンサーつけるよ。こっちまでは来てないよね、さっき。いやでもいないよ、いない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 、逆だ。うわ、びっくりした、馬だと思ったら象だ。馬、もうややこしいな。象じゃないよ、動物の象じゃなくて石像の象ね。シーカーセンサーつけてるよ、白馬。ねえ白馬、シーカーセンサーに反応してよ。いや、いないな、やっぱり。こういう、あ、こういう下か？ちょっと待てよ。だとしたら来てないぞ、MK さん。この辺じゃねえのか？いるんじゃねえのか、白馬。あ、なんか白いよ。ダルケルの守り、あ、もうなんだ、君じゃない。いつでも使えるぜ。待て。すげえ、なんか、すげえ白馬がいそうな絶景ポイント。でも白馬はいない。絶景ポイントなだけじゃん。まあ、そしてちょっと明るくなっちゃったな。明るいと白馬って白いから見にくい説がある。いやでもどっちもどっちか。ちょっと待って、シーカーセンサーが反応してないから、まずもって違うな、こっちじゃないな。いや、サルファ、いや、ここまで来たらサルファの丘って言わないと思う。そうだよね、じゃあもっと手前だよね、公園がもうちょい先でしょ。こういう崖際、崖際にいるか？ちょっと待てよ、上登って馬、ま、あ、違った、岩だ。山だ、白い馬だと思ったら山でした。で、いや、分かってるよ、この周りにいるんだろ。いないんだって、それが。いやでもこの周りだと思うんだ、どう考えてもね、どう考えてもこの周りでしょ。でもいないんだって、なんか。
分かってるんだって MK さんも。白馬でここ写し絵のポイントだったし、この辺にいると思うんだよ。でもいいな、うわいた、ちょっとお前さっきまでどこにいた、さっきまでどこにいたんだよあいつおい、いたか、さっきもそこにいなかったよな、いたのかな。馬を感知分かってるよ、もうもう馬感知しなくていいよ。試練の祠にしといて、はい、ちょっと待って、上から行きます。うわちょっとだけ頑張りゲージが心配。ちょっと待てよ、ここで、ほい、なだめろ、頑張りゲージが心配、頑張りゲージが心配だけど、なんとかなだめ、オッケー。ほら、白馬、かっこいいでしょ、シンクルだけど、心がざわつく。なんで白馬だからとりあえず発見、オッケー。じゃあこれでちょっと馬宿まで向かっていきましょう。せっかくだから白馬も登録するあれじゃ、ていうかこれダッシュゲージ5つついてる、え、めっちゃいい馬じゃん。ちょっとこれ普通に登録しよっかね、白い馬かっこいいし、多分ここにしかいないでしょ。おい、巨大馬も登録、ごめんなさい、白馬ね、はい、綺麗にね。いやこれにさあれとかつけたいな、蔵とかさ、蔵のつけ方が未だに分かってない MK さん。そしてほら、ちょい、どこ行くの、どこ行くの、そっちじゃないよ、こっちだよ、ちょいそっちじゃないよ、こっちよしいい子、もうちょいだよ、この道なりに行きゃ馬宿だから、こう来て、うわ橋通んないといけないか、まあしゃあない、通れるよね。そしてダッシュ、おお、ちょっとチンクルだけマジでかっこ悪いチンクルの服が全然かっこ悪い。雨降ってきたもう雨多すぎだろ、しかも天気雨だし。でここ通って、テスタ橋はさっきも来た。いやマジでさ、ちょっと見つかんなかったね、なんでさっきまでいなかったよね。いたんだろうな、MK さんの目が悪かったんだろうな若干背景と同化するしね、白い馬って。そしてさすがにコログのやつに変えよう、服装でコログのお面、ハイラルのハイリアのズボン、英傑の服、おい、でゴー、待て、合ってるよね道、あー合ってる。で雨降ってるけどさ、馬の人表にいますか、雨降ってるんですけど、この馬見たいって言ってた人どこですか、この馬見たいって言ってた人、ちょっと犬がめっちゃじゃれてるけど関係なくて、これ見たいって言ってた人、あ、君じゃない、あなたじゃない、真っ白な馬、ほらこれでしょ。なんと白馬を捕まえてきてくれたのか、所有馬にしてわしのところに連れてきた。あ、所有馬ね、はいはいはい、少々お待ちよ、はい、こう来て、所有馬、ここで、うわ名前どうしよう、タピオカとマリトッツォやったから、まあじゃあマイクラに習ってココアちゃんにしましょうかマイクラの時はもう一体ココアちゃんだったんだよね。かきくけココあと、はい、ちょっとマイクラ要素であれなんですけども、はい、首都登録を受けたまわりました、そのまま連れて行かれますか、はい連れてきます。それではタピオカはこちらでお預かりします、はいよろしくお願いします。お、なんかついた。そしてこれどうやって切り替えるのか教えてほしいんだけど、君じゃない、君だ、これでどうよ、白い馬、なんと白馬を連れてきてくれたのか、本当におったんじゃな、いや長生きはするもんじゃ、ありがとうの。ではわしがおじいちゃんから譲り受けた王家に伝わる蔵と手綱をそなたに授けよう。やった、王家の蔵、そして王家の手綱、どうやってつけんの、いいね、幼い頃おじいちゃんから聞かされたあのゼルダ姫様が乗っていたという白馬、白馬を華麗に乗りこなす姫様の姿はこの世のものとは思えぬ美しさだったそうな。 MK さんも写し絵で見ましたよ、この白馬はきっとその子孫に違いないて、綺麗じゃの、美しいの、そうでしょうね、めっちゃ綺麗だもんね。ということで王家の白馬なんとか達成することができました。そしたらまだまだミニチャレンジの方を頑張っていくんですけども、一旦今回はこれぐらいで終わっておきます。
ておきましょうか。じゃあ次回は引き続きミニチャレンジの方を進めてガノンにね一歩でも近づいていければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。